買う、えい、ということで皆さんどうも、井上園子です。今日は、まあ、昆布水のね YouTube なんですけども、こちら土の富さんにやってまいりました。ということで、土の富さんは5回目です。今日で自分も昆布水にハマって、序盤に友達におすすめされて行ったお店で、すっごくもうそもそも好きなので、今日は皆さんにその美味しさを伝えられたらなと思います。行ってきます。淡麗ラーメン土の富、桜木町駅から徒歩3分。どうしようかな今日。なんかこれいつも通常にするんだけど、つるつるしたのよりは私全粒粉がいいから、これにお味噌つけて、んでこれ嬉しい。一昨日ぐらいに友達と昆布水つけ麺のやつを私が食べてね、幼馴染が見てて、それは面白いみたいな。その後ゆっくりね食べるのが、なんで早いんだろうっていう研究をしだしたんですよ。何が違うんだろう自分と。そして噛んでる間に私はもう次の手が伸びてる、それが私にはないって言ってた。なるほど。あー、来た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 、来ました。嬉しい。うわー、食べたくなる。うわー、食べたくなる。うわ、ちょっとナレーションしてる自分が一番食べたい。つらっ。本当に美味しそう。あ、これね、私がいつもやるんです。あの麺の日記というインスタのアカウントに載せてる動画ですね。いただきます。そうなんですよ、昆布水つけ麺は少なめにまず麺だけをすすります。ちょっと麺が思った以上に長くてね、いいですよね。細くて長くていいですよ。土の富さんはね、ちょっと細麺なのがいいですよね。本当にもう全体的にすごく上品で、なんて言うんだろう、優しい味だし、だしもこう味を濃すぎないんで、塩で自分で味を調節してね。くー、食べたいね。あー、ついに漬け汁に行くのか。漬け汁にだいぶ、これがうまい、さらにうまい。やっぱ上品なんですよね、土の富さん。なんか優しさと、優しすぎると違うんですよ。この昆布水のとろみに一緒に絡んだ時にちょっとゴンっていう感じ。マジで食レポ下手。チャーシューは3種類、カモ、鶏、豚。こう肉肉しいんですよ、思った以上に。薄くてちょっとこう低温調理っていう感じの優しい見た目をしてるんですけど、噛めば噛むほど本当に旨味が出てくるチャーシューでしたね。あー、本当に食べたくなる。もうやだ。最後にね、カモのチャーシューを、多分私は好きなものを最後に食べるタイプですね。カモが一番好きなんです、チャーシューの中で。あとね、土の富さんね、漬け汁の器がすごく熱くて、そこに近い方の衣とかめちゃくちゃ熱いから、めっちゃそれがいいんですよね。麺が冷たいので、奥の方にグッと一回くぐらせると、その熱い漬け汁がジューンとね一緒に入ってきてくれる感じがもうたまらんのですよ。ラスト一口が、忘れてた忘れてた、この漬け汁に私は黒胡椒を、これ私結構好きなんですよね、漬け汁に黒胡椒を入れるの。香りがまたちょっと変わるというか、香ばしく感じるんですよね。だから途中からとかおすすめです。ごちそうさまでした。スーパーリお願いしました。これがね、私ってさっきまで何食べてたっけっていうぐらい優しいんですよ、この漬け汁が。ラーメン食べてた、いや私は出汁を飲みに来ていたのではないかと。ああ、今すぐ飲みたい、このスープ割りしたこれを。いつでも飲みたくなる。日本人でよかった。はい、ということでついに完食してきました。土の富さん
は、あの私の中ではもう昆布スイーツ麺をまず最初に食べるならここなのではないかと思うぐらい、もう悪いとこがなくて、本当に2種類麺選べたじゃないですか。そういうお店もやっぱ少ないし、全部美味しいんですよ。麺も細麺なんですけど、昆布水がまとわれつくんですけど、その麺にそのまとわりついた麺をその醤油のつけ汁につけた時に、醤油のつけ汁が一緒になってこうムニューンってかかってくるのがもうめっちゃ好きで、それをね今日は特に感じながら食べさせてもらって幸せだなと思いました。香りがもういい、まあ、つけ汁がめちゃくちゃ美味しい。あの上から胡椒を途中でかけるのもすごい好きですね。やっぱりちょっとだけ風味が変わるのでとってもおすすめです。今日も本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。バイバイ。